K1 MAX という舞台でこう今まで一番印象というに残っているというか思い出深い試合というと対戦相手とか誰になるでしょうか。まあね、マックスに出てくる選手っていうのはみんな本当に世界で選ばれた人間たちの、が出てくるんですけど、チャンピオンたちとやったのが一番思い出深いですが、でもなんだかんだ言ってやっぱり一番最初に出場させていただいて、決勝で正人君とやったのが今になってみると一番思い出深いというか、あれがマックスでの自分のスタートだったので、あの試合がやっぱり自分の中ではすごく心に残ってますね。ありがとうございます。正式に自分の心の中で引退を決めたのは大体いつ頃だったかということと、それをご家族に話された時のご家族の反応はいかがだったかというのを教えてください。ですね、先ほども話したんですが、長男が生まれて、親父が天国に行った時に、その家族を守る者として、職業が格闘家で、そのリングに上がる時は家族には悪いんですけど、本当に意思を書かせてもらって、何かあった時のための準備を周りの人間に頼んでいる状況だったので、で父が亡くなった瞬間に本当に自分一人だけになったんですよね。それで父が亡くなってから何日か後ですかね、そろそろグローブを置く時期が来たのかなという感覚になりましたね。8月ぐらいですかね。そうですね、母と、かみさんはすごく力が抜けたというか、すごくほっとしていました。まだ試合はあるんですけれども、その先のお話ですね。どういうふうなプランを描いてらっしゃいますか？全く考えてないです。やっぱり、引退後のことを考えながら練習したり、そのリングに上がるのが、自分らしくないなというか、ファンの方たちに失礼になってしまうのかなと思いまして、逆に何ももちろん決まってもいないですし、決めたくも自分の中でないなという印象があります。ちゃんと無事でいれたら、もちろん格闘技の協会には恩返しはしたいと思っております。武田さんご自身にとってキックボクシングとは何だったかっていうのと、あと K1 とは何だったのかっていうのをちょっともし思うところがあればお願いしたいんですが。難しいですね。キックボクシングはね、K1 が始まる前に、でも僕がキックの世界に入るきっかけをくれたのは、その K1 の第1回目のブランコ・シカティックを、テレビで見て、それで大学のラグビー部の寮を飛び出してキックに世界に入ったので、それが自分の人生のこの格闘技に携わるきっかけになったのが K1 だったので、すごく本当に人生の、なんでしょうね、自分の男としてのスタートラインが K1 でした。それでキックボクシングに、の世界に入っていくんですけど、キックボクシングっていうのは自分の全てでしたね。それでその格闘技の後半は K1 に自分の体を捧げていくわけですけど、K1 というのも自分のこれから、こういう格闘技、キックボクシング、K1 を、世の中というか世間の皆様に認知していくための、すごくいい自分の題材になったというか、自分のノルマというか、なんていうかね、そういう自分にとってのいい人生の宿題みたいな
のが K-1 ですかね。すみません、最後の試合に向けて例えば、どういう試合を見せたい、まあ、ファンの方はイエローキックとか、どんな形で KO したいとかそういう思い描いているものはあるんでしょうか。まあ、毎試合自分はもちろんKO で勝つつもりで戦ってますのでもう最後の最後も全く、安全運転するつもりは全くありませんのでもうゴングなった瞬間からバチバチ行かせていきますのでその辺は今まで通りで、でもやっぱり最後の最後は、ファンの方たちに美味しいお酒を飲んでいただきたいので勝ちたいと思います。